ちは、南里穂です。今日はなんとヘアメイクアーティストさんのゆずこさんに来てもらってます。私がいつも撮影でお世話になってるゆずこさんです。それでは今日はゆずこさんにちょっと大人っぽい秋のブラウンメイクをしてもらいたいと思います。それではスタート。最初にベースメイクがちょっとピンクっぽいやつ、はい、イケメンなんだけどベースはちょっと明るめにちょっとモイスシャイニー UV ベース。オタク系なの。なんか急いでる時とかもはやこれだけでいけるぐらいの、はい、カバー力ですか。なんか逆に効果もあるよ。うーん、素肌が発光してる感じ。でもギラギラ系じゃなくて、はい、すごい自然な感じ。顔だけ塗って、首塗らないと。私それなんですけど首やらないけど、ゆずこさんいつもやってくれますよね。開けがちょっと、あれ、タートルとかあそうです、ね、なったらついちゃうけど、確かに塗るとちょっと馴染んでくる。で、これを全体に塗ったら、はい、スコアのスコア韓国のプロテーラーグロークッションファンデーション、うん、なんか後からハイライトやると、はい、結構早くやってますとかね。さっき打ち込みやってこれやったらそういうことか。自然なツヤになる。あ、さっきもハイライト効果があるってことですか。そう、ピンクの。うーん、ピンク塗って中央だけブルー塗ってもめっちゃ透明感に塗ったりとか。クッションファンデは結構こすらないでポンポンポンってやるけどめっちゃいいよ。めっちゃ楽。これに慣れちゃうと。そうなんですよ、ファンデーション使えなくなっちゃう。ファンデーション使えなくなっちゃう。とかもマフレレとかで塗ってて、うん、すごい均一感あって、これ時短にもなるし、はい、めっちゃいい。はい、こんな感じでーす。で、コンシーラーが、はい、もしクマとかニキビ跡とか気になる人がいたら、クッションファンデは結構薄めに塗っといて、でもしこれを二度付けしてもう隠れないって人がいたら、ミイラのコンシーラーのライトの2番。はい、これ初めてしてくださったじゃないですか、ゆずこさん。これでもリップを塗る直前にいつもパウダーとか。あ、そうですよね。そうですよ。ベースの段階では。確かに。でも多分喋ってる間に勝手にやってるのかも。かもしれない。気づいてない。そうです。朝眠くて、ひたすらゆずこさんと喋ってるから気づいてなかったかもしれない。あ、やってもらったことあるわ、これ。気づかずうちに塗ってるの。ここポンポンされてました。はい。すみません。こちゃんは最初から上がってるけど、そうなんです。私とかもなんか結構下がってて、下がってるのを塗るとやっぱ全部こっちに向かっちゃうから、こうしたい、リフトアップだから、はい、さっきのコンシーラーで、いつもだったらこれでいいんですけども、はい、マスクだから最近粉やってる、うん、RMK のパウダー、トランスルーセントパウダー01を、うん、色つかないけど、Tゾーンと、はい、そうで眉毛ちょっと眉毛の上を下に立てると、はい、色とかのなんかここに乗せて、うん、ここなのと。あ、次ゆずこさんもうちょっとで産休に入られるので私のメイクは誰がしていただけるんでしょうか。はい、今目の下ちょっと急いでました。なんかマスクで蒸らされるからここがなんか一回すごい綺麗に仕上げても結構崩れる、はい、そうですよね、崩れる人が多くて、うん、あとでもう一回ハイライトをします。はい、あとで眉毛がリアダリア、これも韓国のコスメ結構好き。私もこういうのでいつも描いてます。描きやすいです。確かに YouTube 見てあ、いました。順番はどこからでもいいです。はい、あ、そうそうそう私順番めちゃくちゃバラバラですよね。だいたい教科書的にはこうやれって書いてあるけど、その昔の教科書だから別にそんなまま守んなくても令和だかららしいですね。今日はじゃあチーク主役にしたいってなったら、はい、チーク塗っちゃって、はい、で、あとでそのバランス見るみたいな。へー、ちょうどこの目尻のとこといつも同じくらいで終わってる。私がメイクするときはこれぐらいですね。でもいつもベビーフェイスだからもうちょっと大人っぽく仕上げられてちょっとだけ長く。え、そうなんですか。え、めっちゃいいこと聞いた。こちらはちょっと自然にこれでキットのやつとかあったらリキッドでも、これはまあベースとして足したって感じで、はい、いつもはこのなんか下の2色、ね、明るいやつ混ぜてるけど、うん、今日は
一番暗い色で大人っ子大人っ子なるかな。おお、ね、全然違う。眉頭ちょっと立てようかなと思って。いいですね。ちょっと普通の黒マスカラで眉毛やる、いきなりつけちゃうと結構やばいことになるから、はい、ちょっと拭いて拭き取って。すごい、私下地マスカラでやったことあるけど、黒色付きのマスカラで色付きの眉毛上げるのすごい。ガシラだけ、うん、このマスカラもちょっと難しいって思う人はスプレーブラシにヘアスプレーとかやって立ち上げて固定するみたいな。こんな感じです。それか、はい、このケイトのジェルアイブロウコートクリアブラウンで、ただ色ついてないよ。それでこう普通にこう立ち上げて、さっきの、はい、ちょっと眉毛のところのを軽く混ぜて、ノーズも軽くだけ、もうちょっとだけで。そうなんですか。全部やっちゃうとあのメイクしてる感があるから、まあ、いつもはこの多分鼻でここまでやっちゃうと多分 YouTube で自分のそれもあり、はい、それとアイメイクとか薄い時はそこまでやっちゃって、はい、今日はブラウンシャドウを濃いめにするからここだけ本当につながって、シェーディングが、はい、エチュードの2色なんかめっちゃこれ使ってるけど、ね、私もシェーディングエチュード全然ないおでこのこことかもちっちゃいぐらいやってもおでこがもし広いのが気になる人は、こんな感じです。なんか今日本当にすごいあのビューティーモデル、自分で言ったら自分で言ったら違いますもんね。そういう意味じゃなくてビューティーモデルのすごい大人っぽいメイクみたいな。あ、そうか、服がない。後で衣装チェンジします。今アイメイクになります。はい、アイメイクやります。大人っ子だからそんなにグラデとかじゃなく、この練りのやつがめっちゃ可愛いの。アンドイーグレーリングアイシャドウ、ブラックグレー系ですか。そう、いつもやらない色かなと思ってちょっと選んでる。こういうやつってさ、濡れるやつがいいんだけど、これはすごい一回で馴染むし、これだけで大人っ子だな。へー、こういう塗りタイプって二重幅に埋まっちゃうこと多いですよね。大体、はい、はい、はい、あ、また、おー、めっちゃ自然。え、もっと濃く色つくのかなと思った。すごい自然。一回ちょっと軽く塗ったらこういう感じ。大人っぽい。なんかグレーってなんか選びづらいけど、これはこれは全然いいですね。今日はちょっとうまく使いたいやつがあって、はい、トーンっていうなんかコスメキッチンとかで売ってるやつなんですけど、さっきのはグレーは上で、これは下に、はい、クッションなんで塗ってる子も多分多いと思うから、ツヤ肌で、はい、それでシャドウを下に普通の筆で塗ると結構粉落ちするんだよ。うん、これはめっちゃもうチップ自体に入ってるからめっちゃ便利。もしこっちが足りないとか、はい、アイライン用にやってる。かわいいっていうか、はい、でこっちのきらめきをこのなんか真ん中上下、足りないキラキラです。キラキラしてますか。コーチローリーリンクスマイベストライン。これ一気に黒やっちゃうと、はい、あのいつも甘い子が急にやるとなんかめっちゃってなるから、はい、このラインも全部茶色めで、はい、中間から目尻だけで、あと目頭まで描くと結構なんか描いてますって。うん、このラインの引き方めっちゃ自然でいいですね。真ん中から目尻だけだと、うん、結構自分でも 見えるから描きやすいかも。薄め開けて描くとかでも、ビューラーは軽めで結構すごいはっちりやっちゃうとまた元気っぽいっていうかキッズ感出ちゃうから。あ、そうですね。バルトーンのやつね。これこのカラーマスカラがめっちゃ可愛くて、オレンジとか紫もあるけど今日は大人っ子だからちょっとグレーっぽいやつ、はい、がっつり作ってる。自然になんかあこっちの大人っぽいのかも。今まで来たらちょっとハイライト、まあ順番はいつでも大丈夫です。これエキュセのフェイスエディション、最近なんかリニューアルされてこのスティック状のがめっちゃ使いやすい。ギラギラハイライトじゃなくてなんか自然なツヤ、すごい色っぽい。スティックタイプ最近流行ってますよね。さっきの粉やってる上からちょうどここがマスクのメイクの時も見えてくるので、このやつがなんか肌綺麗だったって感じになるから、ポイントです皆さん今の。この時点で光
そぞくと、唇ぷっくり。唇になりました。はい、リップ。リップですね。最初に、クマなんで。はい。私がいつもインスタグラムでも聞かれるリップなんですかっていうブラウン系ライキングです。ライキング1番だけど、これは新しい色3色ニューだ、ニューカラーです。ニューカラーだ、そう。これで3色出てます。これ10月1日に出てました。3色あるんですが、今日はブラウンを塗っていきます。これ直接塗っちゃっても大丈夫です。もう一回ちょっと強めに塗ったりするとまた雰囲気変わりますね。かわいい。これで軽く一緒にしとけば、マスクメイクの時も、これで一緒にして、はい、もう一回塗るとか。これをちょっとニュアンスで混ぜてもらうと、この黄色どうやって使うのって人が結構多かったけど、はい、今持ってるオレンジリップとかに混ぜて。かわいい。完成しました。めっちゃ大人っぽい。いや全然違います、雰囲気。髪の毛もやっていきたいと思います。ぴょん。じゃあヘアも軽く合わせてやる感じで。はい。急に大人っぽく着替えました。黒大人っぽいです。あ、めっちゃいい匂い。この顔周りを、私ちょっと時間ないって時もこれやっとけば、はい、すぐ出かけられますので。今日まかないヘア、皆さん固定なしでもできますよ。これ巻いてるイメージあるから、いつもこの横毛を結構このこう斜めに取って、はい、ここだけ残してる子が結構いますね。このぐらいの中間の毛を残して、はい、ちょっと自然に落ちてきたぐらいの、はい、かわいい。日常でまた、はい、あの外で歩くときはこう普通にセンターパートとかにして、うん、3分アレンジ。3分ただオイルが重要。3分かかってない。ここがボサボサだと結構疲れてる感出るから、ちょっとここをウェットにしとくと、はい、ただ黒ごとをどんどん結んでいくだけっていう、そういう感じのやつにしても可愛いです。こう紐にするとか可愛い。じゃじゃん、完成ですか。はい、メイク完成しました。じゃじゃん。女優さんみたいな綺麗な感じにしていただきました。普段こんなメイクしないからめちゃくちゃ新鮮です。女優系かも。髪の毛もウェッティで約3分でできましたよね。一切巻いてません。まあ、あの見ていただいたら分かるようにてな感じで、今日はゆずこさんにメイクをしてもらいました。ゆずこさんありがとうございました。今日はそれでは、この動画が良かったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。